エイブラハム・カウリーエイブラハム・カウリーは、17世紀、イングランドの詩人、劇作家、随筆家。チャーチーの家1618年、ロンドンの裕福な文房具の家に生まれる。幼少の頃より、エドマンド・スペンサーの妖精の女王を通読するなど、精神的な創熟を見捨てた。ウェストミンスター・スクール時代には、数々の自作詞の創作に励み、 1633年には14歳で死臭を発表している。1637年にケンブリッジ大学トリニティカレッジに進み、ここでもダビデ王の女児詩などの施策を行った。新京都革命時のイングランド内戦によってカウリーの人生は変転し始める。カウリーは王道派、イングランド国境会派よりの保守的な思想を報じており、この時も王道派に属した。 そのため2643年、議会派によって、カウリーは当時勤めていたトリニティカレッジの研究員の職を説かれ、やむなく母校ケンブリッジを追われることになった。その後、しばらくはフォークランド教の庇護のもと、オックスフォードに滞在する。しかし、マーストンムーアの戦いの後、女王に従い、フランスに亡命。パリで王答派としての活動を続けることになった。 12年にわたるパリでの亡命生活の後、1660年、王政復興を受けて、イングランドに帰国する。すでに詩人としての名声は、イングランドでも広く、確立していたが、自分で期待していたほどの処遇を受けることができなかった。失意のうちに、イングランド南部サリー州チャーチーの田園に陰性、文筆に専念する。1667年夏の夕暮れ、草原で、 農場労働者の監督に当たっている際にかかった、風が原因で死去。遺体は、ウェストメンスター寺院に埋葬された。1678年版、カウリー詩集の表紙代表作は、詩集、金作詩集、詩文集など。その詩の特色は基地に頼る表現にあるが、時にそれは極端に走り、後年、サミュエル・ジョンソンによって、カウリーのみならず、 おそらく刑事上詩人すべてが犯した過ちは、思想を枝葉末節まで追求しすぎたために、普遍的なものに備わる異様と証言が失われたことであるなどとして、悪しき刑事上派的思想の実例として、やり玉に挙げられるほどでもあった。とはいえ、カウリーの詩は、当時の一つの詩風の明快な実践であり、一定の影響力を持ち、文学史上の重要性も認められる。 例えば、商家に関しては、カウリーは古代商家のスタンザの区分を理解することなく、交渉で劇場に満ちた詩であると考えた。その影響によって、英国における商家は、通例、各行の長さと韻律がまちまちとなったスタンザが続く詩となっている。ありがとうございます。